さい。ご視聴ありがとうございます。サインのマサです。ちょっとですね、今日撮影に来てるんですけども、ちょっと明るい時間帯に下見でもしてで撮影しようと思ってるんですが、途中ちょっと今寄ってるところなんですけども、広島の関川荘っていう一応心霊スポットになってる場所なんですが、この山の中に建物がまだあるようなんですけども、封鎖されててどうも中に入れなくて、ちょっと詳しくないんで地元の方にちょっと聞いてみたいと思います。ちょっと聞いてみます。すいません。この奥に昔その関川荘っていう旅館か何かこうあったと思うんですけど、今どうなってますか？あ、知りませんか？隣の方も知りませんか？わからない。じゃあちょっとね、そこでガードマン、お仕事されてるガードマンちょっとお邪魔して聞いてみたいと思います。この奥に関川荘っていう、ちょっと待ってください。あ、もうあなたたちわからないんですよね。建物があるって聞いたんですけども、この奥ありませんか？わからない。じゃあちょっとこっちの人に聞いてみよう。あ、僕はわからないか。すいません。ちょっとなんか機嫌が悪そうなんでこっち行きます。おお、すごいのがいるなこれ。すごいなこりゃ。おおおおお。すいませんでした。この橋の下に滝があって、ずーっと行って橋を渡ったら、ここになんかパンツがあって、でここを渡って
鳥肌が立ったのが何も意識してないんだよね。こっちに行きょうたらこんなところ、ここ何にもないのに、ここでですね、肉眼で見えるときは見えるんですけどね、職場でも何回か見ましたし、バス停でも見ましたしね。まあでもなんか脳がバグってるだけなんかなとか思っちゃいますけど、映像でやっぱ映ると信じざるを得ないですね。あ、この僕は脳骨堂で映ったやつで信じれたんですよ。こういった世界があるって。しかもその、なんだろう。まあ、初見様がいるんで話しますけど、脳骨堂に夜行ったらですね、あまりの怖さに進めなくて、U ターンしてバイクで行こうと思ったら、バイクでも怖くて進めなくて、リタイアしたんですよ。で、次の日ですね、昼間、どういう場所かちょっと確認したくなって、見に行ったんですけど、どんどん坂を下っていく。あ、それ動画で上げてますよ。なんでもないガードレールのところの茂みに気配を感じて、うわってびっくりしちゃうんですよ。で、まあ、気のせいかって言ってるんですけどね、動画内でも。で、その日は、まあ、そのまま帰って、で、次の日の夜、もう一回こう、リベンジで行ったんですね、夜。で、真っ暗なんで、前日のその気配感じたことなんかももう気のせいで終わらしてるから、意識もしてませんし、で、どん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 下っていくと、ある場所にうわってまた驚いたんですよ。で、それが同じ場所で、で、それを、そのことをですね、リスナーさんに知らせるためにですね、こう撮影してたんですよ、その草むらを、茂みを。そしたらそっから出てきてるんですよ。それがきっかけですかね、僕が心霊 YouTube をやろうと思ったのは。まあ、それも動画にしてますけどね。映ってますね。なんかね、もやみ、人型のもやみたいなのが、わーっとお寺の方へ飛んでいってるんです。で、それだけだったら、ただの煙かなんかと思うんですけど、その後ろから、シャモン玉みたいな玉がですね、3つついていってるんです。で、よく見たらですね、それが現れる前からも、そのシャボン玉みたいなのが浮遊してるんですけどね、いくつか。あ、来た。来ましたね。墓地だ。おおいおい。あ、やっぱここだな。やっぱね、これ、やらせじゃないんですよ。昼間の動画でも言ったんですけど、ここで僕気配感じたってテロップも入れてるんですけど、やっぱですね、ここは。なんか万人でもいるんかな、ここに。今すごい気配感じて。あ、来た。来ましたね。墓地だ。おいおい。あ、やっぱここだな。やっぱね、これ、やらせじゃないんですよ。昼間の動画で、登録いいですよ。その登録って言わなくても。
大丈夫です。ちょっとあまりそれを言うとですね、うん、あまり連呼されると批評大丈夫です。ちょっとあまりそれを言うとですね、大丈夫です。ちょっとあまりそれを言うとですね、こちら目の前に池があるんですけども、こちら念仏の森と言われる山の中にある池なんですが、昔入水寺丸がかなり多かったみたいで、それで念仏を唱える人がいたから念仏の森って言われるようになったらしいんですけど、今はちょっと名前が変わって長寿の森ってなってるんですけども、本当にここは入水寺丸が多かったみたいで、昔から。で、こちらに、ここに、お城があったみたいで、この山の上に。で、毛利さんが、多分、ここ書かれてますね。毛利元就ですね。落城させてるんですけども、そういった絡みもあってか、特にその、例の目撃談とかそういうことは、あまり書かれてはないんですけども、まあ、こんな感じですかね。疑惑としましては、入水寺丸をされた方の霊が現れるとか、まあ、米にですね、立ってるのを見たとかいう話があったり、あとですね、ちょっと車が止まってるんであっち行けないんですが、以前ここで生配信した時に、ライブ中にちょっと不可思議な声を拾ってて、で、違うっていう言葉ははっきり聞き取れるんですが、その後ちょっと何を言ってるのかわからないんですけども、まあよく耳を澄まして聞くと僕には違う、そう、ここって言ってるように聞こえるんですけども、大丈夫です。ちょっとあんまり、今からちょっと検証していきたいと思います。で、あそこにあるのがあれ何かちょっとわかんないんですけどね、ずっと気になるんですが、中が見えなくて、あちらに行けないんですね、ここ。これが何なのか。お堂のようにも見えますが。と静かな場所ですね。じゃあちょっとスピリットボックス検証してみます。こちらに誰かおられますか？何でもいいんでこれを使って話してみてください。よかったらお話ししませんか？僕が見えますか？一人心霊検証のサインのマサです。よかったら何かお話ししませんか？男性がおられますか？何でもいいんで話してみてください。誰もおられませんか？おるよって言いましたか？こちらに誰もおられませんか？何でもいいんでお話ししてください。何でもいいんでお話ししてください。僕が見えますか？男性がおられますか？
よかったらお話ししませんか。何でもいいんで話してください。何か伝えたいことないですか。写真撮っていいですか。ちょっと写真撮ってみます。何が映った。わあすごい。多分このちっちゃいのは虫なんですよね。これじゃなくてすぐ右側、この葉っぱのところすぐここです。虫はこんな近くで丸くならないですね。大きいのが映ってます。すぐここ、これちょっともう一枚いきますよ。ちょっと待って、あ、消えてますね今度は。で、こっちはちょっと今ね気になるんですよね。え、やば、映ってる。やっぱ気になると思った。この突き当たりのここにね、大きな丸いのが映ってる。なんかぼんやりと浮かんでる。多分これも次映りませんので、ここですね。こっち気になると思った。右をね、写真の説明してる時にこっちが気になったんです。はい、映ってないです。この通り映ってないです。何かいるか。とてもじゃないけど、これは虫には見えないですね。先ほどの写真がこれですかね。これはね、虫じゃないと思いますよ。これ虫じゃないですよ。怖っ。何が映った？やっぱおかしいと思ったこっち。ちょっともう一回撮ってみましょうか。気配がする、気配が。ちょっと待った。俺の周りで気配がする。うん、やっぱりこっちはもう映ってないですね。ちょっと待って、なんかおかしい。ちょっとこれはね、映る気がするんで。ああ、大きいのが映ってる。ここ虫も飛んでるんですが、これは虫じゃないですね。どこに映ったんだろう。そこですね。これ虫じゃないですね。ちょっともう一回行きますよ。今度は消えてますね。いや、消えてない。上に映ってる。大きいのがうっすらと。何か分かりませんが、普通のトイレですね。特に問題なさそうですが、ここは駐車場かな。ちょっと何枚か写真撮って移動します。うわすごい。何が映ったんだろう。たくさん映ってますね。わ、今トイレでカタンって言った。
トイレで音がした。はい、短いんですけども長寿の森からでした。次行きたいと思います。はい、次の場所に到着しました。今来てるところなんですけども、こちら武士の滝というところに来てます。曰くとしましては、女性の霊、男性の霊、老婆の霊で、赤ちゃんの泣き声が聞こえるっていう噂があるので、ちょっと今からこちら検証していきたいと思うんですけども、なんか幽霊滝とも呼ばれてるみたいで、ちょっと詳しい内容はちょっとわからないんですけども、何か現象があるか今から検証していきたいと思います。はい、それではですね、周りに何があるかちょっとぐるりと回ってみたいと思います。こちらは記念碑ですね。何かの記念碑です。でこちらにあるお地蔵様、お地蔵様じゃないな、これは何だろう、ちょっと何のためのものか、このお堂が何なのかちょっと分かりませんが、ちょっと荒れてますね、中が。ちょっとお邪魔します。蜂の巣がありますね。危ないなこれ。あ、もうでも壊れてる。これは何を祀ってるんだろう。カッパがあるな。カッパ？ぬいぐるみか。ぬいぐるみがありますね。なんだろう、ちょっとわかりません。田舎なんで車はねほとんど通りませんね。でこの橋の下にその武士の滝と言われる幽霊滝っていうのかな、なんでそう呼ばれるようになったか分かりませんが、でもなんか幽霊の目撃談はあるみたいなので、それと何か関係あるのかちょっと分かりません。ちょっと下降りてみましょうか。あちらでちょっと停電してるんですけども、その前にちょっと写真を何枚か撮ります。あ、でこのお堂の方に向けて写真を撮るとオーブが映るとかっていう書き込みもあったんで、ちょっと試してみます。1枚目は何も、いや映ってるね、この上の方に。これは何が映った、ちょっと結構大きいですね。ここに、うわやば、なんだこれ。すごいのが映ってる。どこに映った、ここ。こんなもんないですよこれ。ちょっともう一回撮りますよ。もう映らないはずですので、ちょっともうちょい上ですかね。でも多分もう映らないですねこれ。さっきこんなに上に向けて写真を撮ったつもりはないんですが、でもやっぱ映ってないな、映ってないですね。でさっきのがこちらですね。これはちょっと虫とは思えないですね。何が一体映ってるのか。最近よくこういったのが映るんですが、生配信中にも。ちょっと何か分かりません。でもう一枚だけ撮ります。お堂の方はですね、特に何も映りません。じゃあちょっとスピリットボックス検証してみたいと思います。誰かおられますか。何でもいいんでお話ししませんか。よかったら何かサインをください。
誰もおられませんか。僕は見えますか。誰かおられませんか。何でもいいんで話してください。僕は見えますか。ちょっと分かりやすく何かサインをください。僕は見えますか。ちょっとラジオを拾ってるっぽいですね。ちょっと端の方行ってみます。はい、じゃあちょっとですね、橋の下の方へ降りていきたいと思います。で、ちょっと今日下見した時なんですが、気のせいだとは思うんですけど、ちょっとね、いつもの感じなんですが、ちょっと体が反応した場所がありまして、で、この橋の下が武士の滝なんですけども、ここじゃなくて気のせいだったのかな。目の上に、いつもライブ中によく言って感覚なんですが、目の上をぐっとこう押されるような痛みと、あと足から手にかけて、結構ね、日が照ってて暖かかったんですけども、鳥肌がここでずっと続いてたんです。あ、やっぱ来る、ここ、やっぱここだ。わあ、すごい、ここで、これね、ちょっと本当勘違いじゃないんですけど、なんでこんなところで来るのかわからないんですが、ちょっと見えますかね、これ手のひら、手のひらじゃない、手首。鳥肌がすごいんです、これ。寒くないんですよ。昼間と全く一緒。これ偶然とは思えないんですよね。何度も確認したんですよ。勘違いじゃないのかなとか、こんなところで。何度も自分にこう問いかけたんですけど、勘違いじゃないかなとか。でも何回か通ったんですけど、3回目ぐらいには消えたんですけども、ずっとそこでやっぱりあるんですよ。ちょっと写真撮ってみよう。なんでそこなのか、このこっちに何かあるのかな。
なんでだろう、ちょっと待って、いやでもやっぱそこでしたね。写真に何か写ればいいんですが、ちょっと場所が違うけど、今写ってるのはそこに玉が写ってますね。まだ何か写ると思いますよ、ここは。もう一回歩いてみますよ、ここ。いやーすごい、ここ、うわ、やっぱ来る、不思議、この感覚は何なんだろうな。そこだけ来るな。なんだろう、なんだろう。ちょっと写真を一枚撮ってみましょうか。特に写真には写ってないんですが、上か？上も映らないな。武士の滝、ちょっとこの下にあるっぽいんで行ってみます。こっちから、あ、これか、これ、なんかちっちゃいですね、思ったより。どれだろう、よいしょ。あーと、ちょっとでも不気味だな、ここ。なんか火を焚いた跡があるけど、結構不気味ですよ、これ。お、なんか聞こえた、え、なんか声が聞こえた、なんか男性っぽい声が聞こえた。結構不気味ですよ、これ。お、なんか聞こえた、え、なんか声が聞こえた、なんか男性っぽい声が聞こえた。気のせい？なんか多いって聞こえたぞ。なんか聞こえた、気のせいかな。人はいないはずなんです。お、なんか聞こえた、やっぱり。多いって言った。やばい。やばいやばい、なんか声が聞こえる。マジでマジでマジで。やばいやばいやばい。やばいやばい、かぶってる声。なんか聞こえた。冗談抜きでやばい。なんだ今の。ちょっと写真。パニックパニック。久々にパニック。すぐ近くで聞こえた。手が震えてる。冗談抜きで手が震えとる。やば。なんか聞こえた。なんか映ってるし。何が映った？声がしたあたりで何か映ってますね。光ってる。ちょうど僕が立ってたとこですよ。なんか聞こえる。やばいやばい、鳥肌。立ってたとこ、なんか聞こえる。やばいやばい、鳥肌。立ってたとこ光ってますね。もう一枚。え？やばいやばいやばい。やっぱなんかいる。ここに大きなのが映ってる。やば。怖い怖い怖い。うわ、でか。過去一でかいかも。薄いけど。そこだ、声がしたあたり。やばい。これはちょっとね、怖いぞ。逃げ道がないぞ。ちょっと大げさに思うかもしれませんが、めちゃ声がするし、何か映るし、
やばい、もう一回長居しない方がいいかもしれないな、これやっぱ水場は集まるのかな。次は映ってないですね、消えてる。誰かいますか。絶対に俺のそばで聞こえた、もうさっき。誰かいますか。絶対に俺のそばで聞こえた、もうさっき。何？ちょっとダメだこれ。また映ってる。水滴じゃないな。こっち側で今度映った。どうしよう。検証を続けるべきかどうか。ちょっとね、一人だから怖いな。何が映ってるこれ。声がする。消えた消えた。ちょっと若干パニックってますが、ちょっと武士の滝だけでも見ていただきたいんで頑張っていきますけど。お、またなんか聞こえた。なんか聞こえるぞ。お、聞こえる。やべ、ちょっと前に進めない。誰かいるかこれ。マジ怖え。久々に声、もう目の前はもう意外に低いな、これだな。どう、ちょっと大丈夫かな、これ。これが武士の滝らしいです。怖い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 。誰かいねえかこれ。声がね、川の音に紛れて声がする。何も映らない。ちょっとあまり長居しない方がいいかもしれないな。ちょっとスピードボックスだけして上がります。ちょっと怖くなってきたな。何かいるぞこれは。誰かおられますか。誰かいると思うんですけども、何でもいいんでサインください。誰もいませんか。写真撮ります。こちらは何も写りません。虫が映ってますね。これ右側虫ですね。これはこういうのは虫ですね。じゃあこちら。わ、なんか聞こえる。やばいやばいやばい。もうダメだ。ダメ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 。マジ怖くなってきた。逃げる。おーいって聞こえた。やばいやばいやばい。本当やばい。やばい。鳥肌すごい。鳥肌すごい。やばいやばいやばい。誰かいるぞ。なんで靴がある。何これ、この服と関係がある。どっかに服があったぞ。え、大丈夫か。どっか服があったんですよこれ。黒い服。ちょっともういいや、もう行く。これなんだ。ちょっと行くぞ。やばいやばい、下やばいな。やばいやばいやばい。聞こえる。こっち写真撮ってみよう。集まってきたか。ああ、俺は何だろうな。光ってるもんが映ってるけど分かんない。ちょっと上からなら写真撮れるかも。上から撮っても何も映らないな。よし、
これぐらいにしましょうか。誰かおられますか。おります。さっきもおりますって言ったぞ。これおりますか。さっきもおりますって言ったぞ。僕が見えますか。何かサインをください。ここ、ちょっとなんかね、おります、今日なんか2回目だな、おりますっていう声が入った気がする。2回、同じ方の声。僕は見えますか。よかったらこれ使って何か話してください。誰かおられませんか。何か伝えたいことないですか。女性もおられますか。女性もおられますか。こっちも撮ってみようか。何？鳥肌すごいな、なんか。誰かおられますか？何でもいいんでサインください。絶対に声がした。下で人はね、人の気配全くないんだけど、あの声は何だったんだろう。はい、そろそろ帰りますね。何か伝えたいことがあれば今話してください。これは何？下着があるの？そろそろ帰ります。ちょっと最後にこちら写真撮るんで、よかったら写れますか？今から写真撮ります。ちょっと写真撮ってみますね。ここがね、橋の下もやばかったんですけど、僕的にやっぱりここが昼間といい、同じ場所でちょっと体が反応してるんで、何かある気がするんですけどね、ここ。偶然とは思えなくて、ちょうど街灯の手前ぐらいなんですが、何かないのかな、ここ。1枚目特に何も写ってないですね。おかしいな。もう1枚撮ります。うん、特にこっち写らないんですけど、でもやっぱり体が反応するんですよね、ここで。もう1回だけ行ってみます。何も考えずに行きます。何も意識せずに歩いてみると、いやー、でもね、来ますね、やっぱり。偶然なのかな。鳥肌がすごいんですよ。この中に何かあるのかな、ちょっと分かりませんが、ちょっと偶然じゃない気がして、ちょっとここでスピリットボックスをして終わりたいと思います。何かしら
ここに誰かおられませんか？誰かおられませんか？何でもいいんで話してみてください。誰もおられませんか？誰もおられませんか？おかしいね。この中に何かありますか？何を探してる？何を探してるって言いましたか？ここで何かを感じるんで、誰かおられないかなと思って、よかったらこれを使って何か話してください。女性がおられますか？答えたくないですか？ちょっと帰りましょうか。そろそろ帰ります。帰りますね。ちょっとはっきりしたことは分かりませんが、ちょっと本当昼間もここ歩いた時に何も考えずに、あそこが巻かれるんで、こっちへ、そこへ向かって歩いてる時に、目の痛みと同時に足から上半身にかけて鳥肌がここ で気のせいかなと思ってこっちに戻ってもう一回歩いてみたら、こっちは何もなくて、やっぱりここに来るとあって、で先ほどもここもう一回確認に来るとやっぱりここだったんで、何なんか度胸みたいなのが聞こえる。近づいてきた度胸みたいな声が。何？蜂は飛んでなかったよ。なんか向こうから近づいてきた音が。ちょっとやべ、ちょっともう帰ります。はい、武士の滝からでした。ちょっとですね、もう長居できないみたいなんで、ちょっと帰ります。ありがとうございました。一人心霊検証サインよろしくお願いします。ありがとうございました。